Oh!
ガスの空を飛びたいっていう心なのかしら。それよりね、ここまでどうやって来たと思う？ね、喜んで。スノーモービルが見つかったのよ。あれがあればきっとここから脱出できるわ。スノーモービルに乗ればモンスターだとそってこないだろうし、ただガソリンがもうほとんどないの。一旦山小屋に戻るくらいはできそうだけど、 そこから先に行くにはどこかでガソリンを探さないといけないわ。とにかく小屋に戻りましょう。小さな希望だけど光が差してきたことには違いないわ。そうでしょ、ローラさん。ん？<笑>驚いた。だって私あなたから名前聞いていないものね。あなたの名前よね、これ。あなたのものでしょ。ベッドの脇に 落ちていたわ。ローラへ母ルーシーよりって書いてある。ね、それを見て何か思い出さない？ルーシー、あなたのお母さんの名前なのよ。よく考えてみて思い出せない？どんなお母さんだった？
どんな顔だった？きっとあなたにとても優しいお母さんだったんじゃないかしら。だってあなた、雪の中で倒れていた時もこれを大切そうに持っていたもの。2日間眠っている間もあなたずっとこれを握りしめて、誰かの名前を呼んでいた。誰か、男の人の名前を。ローラ、ローラ、大丈夫？ローラ、ローラ。ローラ、ローラさん、大丈夫かい？気がついてよかった。はい、これ素敵なお母さんからの贈り物だ。大切にしなくちゃ。どこか痛むところは？君の方の怪我は大したことないようだ。すぐに動けるようになるよ。覚えてるだろう、飛行機が墜落したんだよ。僕らの乗っていた飛行機に隕石が衝突したんだ。あの時なぜか君のそのコンパクトが光り始めて、隕石が衝突するビジョンが見えたんだ。だから僕は君の腕を思わず掴んで、気がつくともうこの雪山にいたよ。なんとか君を背負ってこの小さなロッジまではたどり着いたけれど、僕のことは覚えてるだろ？僕はデビッド、デビッド・ブレナー。ローラ、ローラ、ローラ、しっかりして、ローラ。また2日間も眠り続けちゃうのかと思った。せっかく仲間ができたのに、私を一人にしないでよ。さあ小屋に戻りましょう。案外今頃ジェニーがベッドですやすや眠ってるかもしれないわ。もしあなたと二人でここから逃げ延びることができたら、私あなたに詩をプレゼントするわ。そうね、詩のタイトルは光。あなたが教えてくれたものよ。あなたと出会えて本当によかった。じゃあ飛ばすわよ。しっかり捕まってて。特定の場所で出会った最高の友人ローラへ。あなたのおかげでとても元気になりました。ありがとう。ガソリンを探しに行ってきます。少しでも早くあなたを取り戻せますように。キンバリーより。
Thank you.
Oh.